どうもダ大スケです。皆さん、見てくださいよ、この猫、猫、猫、猫。俺、猫好きなんですよね。もちろん人間も犬も好きなんですけど、特に猫が好きなんですよね。可愛いじゃないですか。で、これ全部画像生成 AI で作ったやつなんですけど、なんでこれ作ったって話なんですけど、ちょっとね、僕の YouTube のチャンネルメンバーシップなんですけど、なんか、あのチャンネルメンバーシップの人に特典でバッジだったりとか、カスタムの絵文字,絵文字とか使えるみたいなんですよね。で、僕何にも設定してなかったんで、 せっかく加入してくれた人がいるんだからちょ,ちょっと作ってみたいなっていうふうに思って作ってみましたでちょっと画面ちっちゃいから分かりにくいかもしれないけどさっき作った大量の猫の写真の中からいくつかをピックアップしてねえっ、ー、とメンバーシップの継続期間に応じてこの猫のバッジがもらえますっていうのとカスタムの絵文字もねちょっとだけ使えるようになったんですけどこれメンバーが増えないと今4つしか設定できないんですよねほらこの4つほらメンバーの数が増えると 文字をさらに追加できます詳細っていう風に下の方に書いてるんですけどもっと増やしたいんで <laughs> 俺の収益も <laughs> 俺のメンバーシップのメンバーの数も増やしたいんでちょっと皆さんご協力いただきたいなっていうことでじゃあどんな写真があるんだいっていうのをお披露目会30枚くらい作ったんでそれ見ていきたいなとまずこれあのメンバーシップに加入したらもらえるバッジですね猫ちゃん生まれたての猫ちゃんということで大之助のメンバーに生まれましたということでじゃあごめん俺今口内炎治ってないですよね痛いんだよね ちょいつもよりさらに高あの滑舌が悪いのをちょっとご容赦くださいって感じなんですけどこれ怒り怒った猫ちょっと実写っぽいですねあちょっと近所の工事現場の男でしたけどけど、まあ、続けてやっていく続けてやっていくこれなんだろう驚いた顔というか何だそれっていうような顔ですねあとは笑顔これちょっとい犬っぽいな若干犬っぽいなまああの可愛らしい顔ですねとかこれも可愛い笑顔ですねいいじゃんそれみたいな感じのイメージでこれシューンっていうふうに悲しんでる本当はあの アニメでよくあるように上を向いてワーンっていう風に泣くような絵を描きたかったんですけどあの AI がね全然言うこと聞いてくれなかったんですよね。とかこれあの虚無の虚無の顔ですね。何ですかそれはみたいな。でこれは何だろうちょっとよく分かんないけどなんか上見づけのかわいい猫ですねで。これショック受けてるやつガーンって分かりやすいですね。でこれも悲しんでるやつ。でこれはうーんなるほどなーってちょっと賢者っぽいような考えてるような顔ですね。目が死んでるな。<laughs> でその次はちょっとなんか含みがあるような「<laughs> 好きに笑ってるみたいな感じの腹に一物抱えてるような感じの絵文字ですね絵文字じゃなくて写真ですねでこれは「ふーん」っていう風に「俺全然関係ないけどね」って「あなんか人間ってしょうもないことに悩んでるんだね」みたいな感じの顔、ね、ですねでこっちはふんぞり返ってる顔ですね「<laughs> 雑魚がよ」みたいな「道を開ける」みたいな感じですねでこの次あれこれなんかあんま可愛くないなまあけどいいかこれは「ふーん」 君って面白いねみたいなちょっとなんかあのいい女感が出て <laughs> 別にそんなつもりでこの画像作ったわけじゃないけど今こうやってちょっと時間を置いて見直してたらそんな感じの印象が受けますねでそれさっきの画像をもとにちょっと作ったやつこれは何だろうなまあ、とりあえず驚いてる顔かなんか驚いてる顔率が高いなこれちょっとしかめっ面怒ってる顔ですねあなんでそれその仕事なんで俺がやらなきゃいけねえんだよみたいなあのちょっとあの擬人化したらおっさんになりそうな感じの顔ですねでこれはこれは何だろう 楽しそうなけど予想外のこことが起こった顔すねえなんかイベントでもやってるのみたいなそんな顔っ、ね、ですねでこれこれは何だろう普通の顔、普通かわいい猫で、ね、すねうん君君がいいならそれでいいと思うよみたいな感じのちょっと一歩引いて見ているような感じに見えますねでその次これあこれ普通の猫なんか服着てるけどなんかあの大学生の彼氏みたいな感じですねああ全然待ってないよみたいな <laughs> ちょっと俺の解釈合ってんのかな これ、かわいい猫ですね。あ、ごはんだみたいな感じの顔に見えますね。で、それを元にもう一回作り直して、デフォルメしたやつ。けど、あ、ごはんだの顔じゃないな。え、今日のごはんって、チュールじゃないのみたいな、ちょっと悲しさも入ったよな。んいや、違うな。悲しさはそんな入ってないか。ちょっとわかんない。俺の共感能力だとわかんない。この猫ちゃんは何を考えてるんでしょう。わかんないけど。で、次は、ちょっとなんか、あの、いたずらを思いついたような顔ですね。えー、へーって。 これやっちゃおっかなで。ご主人様困らしちゃおうみたいな顔してますね。で、その次、これ、これは君は何を考えてるんだい何か悩んでますね。ああ、人生何もいいことねえな。会社リストラされちゃったしみたいな顔してますね。で、この次、<laughs> これも嫌な顔してるな。いたずら思いついた顔してますね。へーへーへーって。困らしてやろうみたいな顔してますね。で、その次、これ完全に煽ってる顔ですね。はっはっは、こんなこともできるのバカじゃんみたいな。<laughs> 人間って本当バカだよねって。 君ってさ、本当バカだよねって、あれ誰だっけあんだテてるの女忘れちゃったけど、鼻のやつ。で、これも、これも同じように、煽った顔ですね。ちょっと煽った顔を作ろうとしたんですけど、なんかそこそこいいのか2つできたかなって感じですね。あ、もっと、あも、<laughs> もっと煽ったやつができた。<laughs> どんな気持ちいいねえ、今どんな気持ちいいって感じですね。で、その次は、怠けた感じのやつ。ねああ、適当でいいよって。<laughs> あの、ご主人様、今日床で寝なって、今日俺、今日俺ここ使うからみたいな感じですね。で、同じように。 にゃー今日は何もしたくないにゃーって感じですねで次はこれちょっと警戒してる感じですね。あうちの領土に何の用だみたいな感じ。なのかあそれぐらいてめえがやれよみたいな感じに見えますあこれがラスとか。って感じでちょっとねたくさん作りました。なんか夢中になって40分ぐらい作ってました。いや楽しかったな。でせっかくだからこれ全部使いたいんですけどで可能な限りで使ったんですよ。でこのバッジとかもあのダイノスケのメンバーシップの経過 月が長ければ長いほどふんぞり返ってるやつとか相手を煽ってるやつとかそういう偉そうな感じの画像にしましたで絵文字もねできるだけ感情表現豊かに4種類使ったんですけどえっ、ー、となんだろうメンバーシップが一二三四五六七8八種類と絵文字4種類でまだ12種類しかできてないあの半分も皆さん使えない状況なんですよねこれは由々しき事態せっかく作ったのこんなかわいい猫ちゃんたちをね皆さんにお披露目できないのは非常に残念なので悲しいのでということで この絵文字の種類を増やすためにも皆さんメンバーシップに <laughs> 入ってください <laughs> で。で、まあ、メンバーシップに入るメリットについては、かつて別の動画で紹介してて、あの僕の,そのオリジナルの自己改善クラブっていう、えー、と無料で入れるディスコードの、えっ、ー、と、なんだろう、SNS があるんですよね、えー。ディスコードの、えー、とグループがあるんですよね。そこへの招待リンクとかもあるので、えーと、月額100円から入れるんで入ってくれたら嬉しいなと、そこで一緒に。 いろいろお話ししましょうといろいろお話しましょうというかクリティカルシンキングとか短期目標の達成だったりとかをお互いに宣言したりとかねとかひろゆきさんみたいに論破ゲームをしたりとかそういうようなことをしてお互いに楽しく自分の思考力とかあのメンタルとか鍛えていけるようなえとコミュニティ作りたいなっていうふうに思ってるんでこのメンバーシップに入ったらそのグループに入るためのリンクも紹介してます。ちょっっっっっと入入入ててててもらえたくどいいななそののメンバーシップにに自己改善クラブに入って何ができるのかっていう具体的な解説は えーと概要欄に、えー、とリンク入ってると思いますそのメンバーシップに入ってできることみたいな解説してる動画があるのでそちらの方是非見ていただきたいんですけど今回は、えー、とこのたくさん作った猫ちゃんたちをお披露目したかったっていうのとメンバーに入った方々これ使えるようになりましたよということをお伝えしたかったですということで今回は以上バイバイ